あ、声優さん詳しいの。あ、そうなの。キモヘラちゃん、あの、ジョブチューンって番組でね、マリホの人気メニューパンケーキを料理人が批評したことで炎上してる件ですが、私この番組見てました。マリホの他のメニューは褒めてたけど、ステーキとかドリアとかね。でもパンケーキは酷評。このパンケーキね、一度くらい食べたことあるでしょ？まあ、簡単に説明すると、パンケーキについて料理人7人中6人が不合格という酷評判定を下し、今フライパン進化してるんで、家で焼いても大体こういう色になる。そこを押されても、みたいな。とか、パンケーキに関しては変えていかれた方がいいのかなと厳しい意見をされ、古くからパンケーキを愛すロイホの大ファンたちが大激怒。ロイヤルホストのパンケーキを30年以上食べてきて私からすれば、ロイヤルホスト以上のパンケーキは存在しないとか、ジョブチューン見てるけど、フカやって審査員失礼じゃね？家で焼けるとかなんなん？もう少し言い方ないの？って言われてるけど、ふん！なんと今なぜか、ロイホではパンケーキの売り上げが急上昇してるんだって。よかったやん自分。もちろんこれには台本もなく、料理人たちも真剣勝負で酷評したというけど、これについて、週に一回パンケーキを作り、パンケーキ専門店をよく知る、我、思うに。その通りだと思います。ロイホのパンケーキは、普通よね。チェーン店の安定のうまさとか言う人もいるけど、星田コーヒーのパンケーキには勝てない。サクッとして、ふわっとしてる。普通のパンケーキなら、マルフクコーヒーのパンケーキの方が断然美味しい。サクッとしてて、ふわっとしてる。武蔵野森コーヒーなんて、ふわっと、とろっとよ。それに引き換えロイホのパンケーキは、このサクってのも、ふわってのも、物足りない。意義のあるやつは、かかってこいや！でも、古くから愛されてるから、その味が好きな人いるから、メニューを変更するのは、違うと思うけどね。この開口中目、そんで11月29日、出演したフレンチ料理人の一人が、Facebook を更新し、思いの丈を綴った。その内容は、真剣に業界を盛り上げようと、ノーギャルで出演し、コメントも手応えはあったけど、番組では褒めていた部分はカットされて、批判を誇張する演出が多く見られ、残念だった。どのこと、が、ホワイト。もうそれについてネット民は、同業者が評価するのはおかしいと、番組自身を否定して、もう収集がつかないけど、昨今パンケーキブームで、個人の店でもめっちゃ美味しいとこ増えまくってるから、いくらチェーン店でも、気合入れんと、私の母の焼くパンケーキに、勝てないからね。だって、日清製粉、極餅。極餅使ってるからね、ってことー。